DC e x t e n d ッドユニバースワンダーウーマン、ワンダーウーマンは DC コミックスの同名のスーパーヒーローをベースとする2017年公開のスーパーヒーロー映画。監督はパティ・ジェンキンス。脚本はアラン・ハインバーグでガルガドット、クリス・パイン、ロビン・ライトラが出演する。DC e x t e n d ッドユニバースの4作目でワンダーウーマンシリーズの1作目。 映画、バットマン vs スーパーマン・ジャスティスの誕生で、初登場した、ワンダー・ウーマンの第一次世界大戦中の活躍を描く。当初監督は、ミシェル・マクラーレンが予定されていたが、創作上の意見の相違により降板し、パティ・ジェンキンスが選ばれた。この結果、アメリカンコミック原作の映画としては、初めて女性が監督を務めることとなった。 世界各国で高く評価され、初週の興行収入は1億50万ドル、累計でも全米とそれ以外の上映国で各4億ドル以上となる大ヒットとなった。女性監督作品及び女性が主役のアクション映画として、初週、累計収入ともに歴代1位となった。主演アルガドットと監督パティ・ジェンキンスが続投する続編。 ワンダー・ウーマン2の制作が発表されており、全米公開日は2019年12月13日が予定されている。女性だけが住む島、セミシラで育ったアマゾン族の王女ダイアナは幼い頃から戦士になることを夢見ていた。母親であるヒッポリタ女王はダイアナの身を案じ、戦い方を学ぶことを禁止していたが、ヒッポリタの妹で史上最強の将軍と呼ばれた。 アンティオペの説得もあり、誰よりも過酷な修行を繰り返し、アンティオペに勝るとも劣らない強さを得る。ある日、成長したダイアナは偶然、外の世界から舞い込み、海岸で墜落事故を起こしたスティーブ・トレバーを救出する。真実の投げ縄を使って、彼からドクター・アポイズンがマスタードガスの新兵器を開発していることを聞き出し、ダイアナは外の世界の悲惨さにショックを受ける。 戦いを引き起こす首謀者、ルーデンドルフ総監こそが戦いの神アレスと確信したダイアナは、トレバーと共に外の世界へ旅立ち、戦争の早期終結のためロンドンへ向かう。ダイアナは、外の世界の異文化に戸惑いながらも、スティーブが集めた仲間の力を借りつつ、戦場の最前線や、要人の祝賀会へを赴いて、ルーデンドルフを探し、ついに倒すことに成功する。 しかしその後も戦争は終結せず、それが世界に平和をもたらす唯一の方法だと信じていたダイアナは現実に打ちのめされてしまう。その時、パトリック教になりかわっていたアレスがダイアナの前に姿を現し、戦争こそ人間の本性だとその愚かさを解き、協力して人間を一掃し世界を再創造するよう迫る。人間の 悪に失望していたダイアナはその言葉に、老落されかけるが、トレバーとの会話を思い出し、人間の善の部分を思い直す。人間の愚かさを受け入れ、与えられた力を守るために使う決心をした、ダイアナは、真の力を解放してアレスとの戦いに決着をつける。やがてロンドンで、休戦協定が締結され、戦争は終わりを迎えた。それから時は、流れ、 現代のダイアナはブルース・ウェインから送られた当時の写真を眺めながらトレバーとの約束を再確認する。ワンダー・ウーマンは専門家や各メディアから多くの賞賛を得た。と評価し、ロッテントマトズでは93%の高評価となった。難点として第三幕の戦闘シーン、上映時間の長さ、悪役のパンチの弱さが挙げられている。また、 ジェームズ・キャメロンによる男性優位のハリウッドが昔からしてきたことを再びやっているだけ映画業界は自画自賛しすぎでワンダー・ウーマンはものとして見なされる女性を象徴しておりハリウッドにとっては後退を意味するとの発言したこれに対してパティ・ジェンキンス監督はワンダー・ウーマンが全世界の女性にとってどういう存在であるのか何を象徴しているのかを ジェームズ・キャメロンが理解できないというのは驚くべきことではありません。彼は素晴らしい映画制作者ですが女性ではないのですから、誰でも強い人間は素晴らしいです。彼が私の作品のモンスターや問題を抱えている強い女性の描き方を賞賛してくれたことはとても感謝しています。ですが女性が強くあるためには常に頑強でタフで、 問題を抱えていなければならず、多面性を持つことが許されず、魅力的で、慈愛に溢れているからという理由で女性にとっての象徴になれないのだとしたら、我々は大して進歩しているとは言えないのではないでしょうか。男性キャラクターと同じように、人間は何にだってなれますし、そうあるべきだと私は信じています。パワフルな人間に正しいタイプも間違ったタイプもないのです。そして、 本作をヒットさせてくれた大勢の観客の皆さんには自分にとっての進歩の象徴を選び評価する自由があるはずです。とコメントした。レバノンでは2014年にガルガドットが自身の Facebook に投稿した文章がイスラエル軍を称賛しハマスを批判する内容であると問題視した人々によって上映のボイコット運動が起き運動の影響を受けて レバノンの政府当局は2017年5月31日に本作の上映を禁止する通達を出したと報じられた。レバノンではバットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生が公開された時にも同様の運動が起きたが公開中止に至ることはなかった。チュニジアではイスラエル出身のガルガドットがワンダー・ウーマンという名のキャラクターを演じることは シオニズムであると訴える運動が発生し、本作の劇場公開が延期されることとなった。また、理由は明かされていないものの2017年の外交危機によって国交断絶されているカタールの2つの映画館が本作の公開を取りやめている。ありがとうございます。